どうも、料理研究家のダルイマです。さて、今回はですね、ブロッコリーを使用しためっちゃくちゃ美味しいブロッコリーのペペロンチーノの作り方をご紹介していきたいと思います。ペペロンチーノと聞くとね、結構難しいイメージあるんですけれども、今回はなんとフライパン一つで作っていきたいと思います。しかも今回のレシピは結構材料がシンプルで、食材の旨味をしっかりと引き出したレシピになっております。ということで、今回使用する材料はこちらです。せーの、ボン。ブロッコリー、厚切りベーコン、イカの塩辛、パスタ、ニンニク、そしてお水に鷹の爪、昆布茶、バター、エクストラバージンオリーブオイル、以上です。でね、材料の紹介をしていきます。今回ですね、ブロッコリーのペペロンチーノということで、ブロッコリーをですね、1/2房ご用意ください。ただブロッコリーがね、半分ない方は、最悪1/3ぐらいの量でも大丈夫です。そしてイカの塩辛ですね。ペペロンチーノにイカの塩辛って結構ね、珍しい気はするんですけれども、本格的なペペロンチーノには、アンチョビをプラスする場合があるんですよね。今回はアンチョビではなくイカの塩辛を使用します。イカの塩辛を使用することでアンチョビよりもコクや甘みが引き立って、もっともっと美味しいペペロンチーノになるんですよね。これ騙されたと思ってやってみてください。そしてイカの塩辛といえば、生の状態で食べると少しね、臭みが気になるんですけれども、これね、しっかり加熱することでイカの塩辛特有の臭み消えますからね。そしてパスタ、今回ですね、早茹でパスタのものではなく、通常のですね 1.6mm から 1.8mm ぐらいのパスタを使用してください。で、ニンニクが好きな方はもうね、2かけ入れちゃっても大丈夫です。あとは最後にエクストラバージンオリーブオイルを振りかけます。このエクストラバージンオリーブオイルがない方は最悪なくても大丈夫。ただあった方がね、より香りが引き立って美味しくなりますから、できれば加えてください。ちなみに私ダルマのおすすめはこのラニエリのエクストラバージンオリーブオイルですね。このオリーブオイルはね、普通にスーパーやカルディでも売ってますし、どんな料理にもね、合うんですよね。もう癖がないので非常に使いやすいと思います。ということで、早速作っていきマッチョ。そしたらまずはマッチョには欠かせないブロッコリー、こちらの下処理をしていきます。水を張ったボウルを用意して、ここにブロッコリーですね。で、ブロッコリーはですね、ブルームといって、このようにね、水につけても、わかりますか、ちょっと白っぽくなってると思うんですけれども、水を弾くんですよね。ですので普通にね、水洗いしてもしっかりとブロッコリーの中の汚れ取れないんですよね。このブロッコリーの中に虫が潜んでいる場合もございますので、今回ですね、このブロッコリーを一度振りながら洗います。この時点で汚れや虫が出てくる場合もあるんですけれども、これだけじゃね、しっかりと汚れが取れないので、余裕があればブロッコリーが浮いてこないように重しを乗せて、この状態で5分ぐらい放置しておきましょう。そうすることで、この中にいる虫や汚れが浮かんできますからね。はい、ということで5分経ちました。そしたらブロッコリーの汚れもね、しっかり取れたと思うので、こちらを切っていきます。そしたらですね、まずはブロッコリーを茎と房に分けていきます。房を一つずつ切り落としていく。そしてこの上の部分はストンと切り落とす。でですね、この茎の部分捨てられる方非常に多いんですけれども、ここもね、しっかりと下ごしらえをすると食べられるんですよね。さすがにこの周りは非常に硬いので、ここを切り落としていきます。硬い部分を切り落とす。そしてこの茎の中心部は茹でるとホクホクして非常に美味しいので、こちらは使っていきます。で、ここはね、もう適当な大きさに切っていきます。そしてブロッコリーもですね、少し小さめに切ってください。今回はパスタに絡みやすいようにブロッコリーを潰していくので、やっぱりね、大きすぎるとしっかりと中まで火が通らないんですよね。ですので、いつも食べているブロッコリーよりかは小さめに切り分けること。ここでみじん切りにしなくても全然大丈夫ですから、とりあえず小さく切ることを意識してください。はい、ブロッコリーの下ごしらえもこれで OK。 こちらのニンニクはぐっと潰してみじん切りにしていきます。ニンニクは一度潰してあげることでしっかりと香りが引き立ちますからね。はい、ニンニクのみじん切りはこれで OK。 お次にベーコン。ベーコンはですね、今回うまみがしっかりと引き立つように細かく切っていきます。大体ですね、 0.5 センチ幅の角切りにしていきましょう。もちろんですね、ベーコンを大きめに食べたい方は大きく切ってもいいんですけれども、やっぱりね、細かく刻んだ方がしっかりとベーコンの旨味が引き立つんですよね。なので 0.5 センチ幅の角切りにしていきましょう。実はですね、この厚切りベーコンをウインナーに変えても美味しいので、興味がある方はウインナーでもやってみてください。そしたらお次、フライパンを用意するんですけれども、ガスコンロの場合はフライパンをですね、このように少し斜めに傾けておいてください。斜めに傾けた方がここに油がたまり、この油の中でニンニクの香りやイカの塩辛の旨味をしっかりと充満させ、オリーブオイルに移すことができますからね。
そしてここにオリーブオイル、そして油を熱さない状態で刻んだニンニク、刻んだベーコン、そしてここになんとイカの塩辛、これを加えます。これね、イカの塩辛騙されたと思ってやってみてください。生の状態でイカの塩辛を食べると、このイカの塩辛特有のね、生臭さが苦手な方もいらっしゃると思うんですけれども、加熱するとまた一味変わりますからね。ほとんどね、イカの塩辛の嫌な生臭みはなく、肝の旨味、コク、そして甘みをギュッと凝縮させた最高で本格的なペペロンチーノに仕上がるんです。ペペロンチーノに旨味出しとしてよくアンチョビも使われるんですけれども、正直アンチョビを使うよりもコクと旨味が出て美味しいです。そしたらこちらを弱火で加熱して、ベーコンとイカの塩辛の旨味、そしてニンニクの香りをしっかり引き出していきます。まずはここでじっくり香り出しをして、旨味と香りをしっかり引き出すこと、そうしないと美味しいペペロンチーノできませんからね。そしてここでね、じっくり加熱しないとイカの塩辛の臭みも飛びませんからね。ここはですね、ニンニクが薄く色づき、ベーコンがカリッとなるまでじっくり炒めていきます。ということで、ニンニクが薄く色づき、ベーコンがカリッとしてくれば、先ほど切ったブロッコリー、はい、このブロッコリーを加えたら、ブロッコリー全体に行き渡るように絡めていきます。ブロッコリー全体に旨味を吸わせるイメージですね。そしてブロッコリー全体に絡めば、ここにお水、お水を加えたら中火に切り替え、蓋をして蒸し焼きにしていきます。ということで、だいたい5分経ったので蓋を開けましょう。ブロッコリーがね、柔らかくなっていると思うので、ブロッコリーをトングやヘラでこのようにね、潰していきます。ここでまだブロッコリーが潰せるほど柔らかくない方は、再び水を少し入れて蒸し焼きしてください。まあ、ご家庭のコンロや IH にもよるんですけれども、5分でね、十分トングで潰せるぐらいホクホクになってますからね。正直ですね、この時点でニンニクの香り、そしてベーコンとイカの塩辛の旨味がブロッコリーに移っているので、サイゼリアにあるあのブロッコリーのクタクタみたいな味がして美味しいんですよね。もうこれだけでお酒のつまみにもなりますからね。ということで、ブロッコリーが細かくなるようしっかりと潰すことができたら、こちらにお水、最悪忘れてました、ブロッコリーを加えるタイミングでですね、この鷹の爪も加えてください。やっぱりですね、鷹の爪は茹でても辛みは少し出るんですけれども、しっかりとですね、油に絡めながら炒めてあげた方が辛みがしっかり引き立つんですよね。今回はもう忘れていたので、鷹の爪このタイミングで加えます。で、僕はね、辛いのが好きなので、もう種ごと加えちゃいます。そして茹で汁に旨味を加えるために昆布茶、そしたらアルミ板で作っている方は、そこに焦げがこびりついているので、その焦げをね、こそぎ落としながらこのお湯を沸かしていきます。この焦げも旨味や香りがしっかりと詰まってますからね。ということで、お湯が沸いてきたら、ここにパスタ、パスタはね、ねじってこのように押さえつけると、この中にすっぽり入ってくれますからね。パスタがフライパンの中にしっかりと入ったら、この茹で汁がほぼなくなるまで、このフライパンの中で煮込んでいきます。このワンパンパスタというのは、洗い物が減るというメリットだけじゃないんですよね。フライパンの中でソースを作って、そこでパスタを一緒に煮込んでいくので、パスタの中までね、そのソースの旨味や香りがしっかりと染み込むんですよね。そしてパスタのでんぷんもこの茹で汁に溶け込むので、少しね、とろっとしたクリームパスタのような濃厚な味わいになるんです。で、これ一つ注意点なんですけれども、ワンパンパスタはフライパンの大きさによってパスタの茹で上がりが変わってくるんですよね。フライパンが大きい場合は、その分水分の蒸発も早くなるので、案外ね、パスタが硬くなってしまう。こういう場合は、茹で汁がなくなった時にパスタを一度食べて、少し硬ければ水分を再び加えて、その水分を飛ばすようにして煮込んでいくようにしてください。はい、ということでね、パスタの水分が飛んできましたね。そしたら一度味見してみます。うん、まだ少しパスタが硬いので、追加で 50ml ぐらいお湯を加えて、再びこの水分が飛ぶまで煮込んでいきます。ということで、パスタの水分がほぼ飛べば OK。 火を消して、ここに香りとコク出しのバター、そしてエクストラバージンオリーブオイル、あとはこちらをさっと和えていきます。バターとオリーブオイルがしっかりと絡めば、こちらをさらに盛り付ける。うまちょう。マッチに幸あれ。ということで、ブロッコリーペペロンチーノ完成しました。それではいただきまっちょ。
ということでいただきます。うまっ、めっちゃうまい。なんやこれ、ブロッコリーがしっかりパスタに絡んでるわ。今回はワンパンパスタで作っているから、パスタの中まで食材それぞれの旨味と香りがしっかり詰まってますね。もう非常に美味しい。うまっ最高。今回はワンパンでパスタを作っているので、クリームパスタのように濃厚でまろやかです。ブロッコリーとイカの塩辛の旨味が絶妙にマッチします。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ご紹介したブロッコリーのペペロンチーノ、もうねワンパンで作れてめっちゃ美味しいので、ぜひお試しください。ということで See you next match ね。バイバイ。